えい、お疲れ、赤疲れ、カレーになるカレー、いろんなゲームを配信して実況する渡りのアメリキです。そう、昨日はね、ふるさとの静岡県静岡市に帰ってきたんだけど、家族再会して、今はね、静岡大学に通ってた頃ですね、3年生の頃で暮らしていた大阪の雰囲気にただ今戻ってこられました。いやー、すごい懐かしいな。ちょっと今ね、なんか見回り当たるところなんだけど、何回も、ね、見れば見るほどすごい懐かしく感じておられるんだよね。そうで、ちなみにさ、大学3年生の頃で1年間借りてたお部屋なんだけど、この近くにあるんだよね、グランドハイムルミネっていう名前の施設でね、あそこで1年間暮らしてて、実に何とも言えないほど人生で最高の1年間を過ごしてこられたんだ。ほんまにさ、いやー、静岡大学の頃ほんまに懐かしかったよな。そうで、それからね、なんかいつも通ってたマームマーケットでさ、ちょっと買い物してて、通学道とか、あのいつもなんか銀行郵便局を見回ってきたりとかしてたんだけど、ビルを眺めてたらさ、泣いちゃったんだよで、そうだね、もう久しぶりのふるさと帰りができたとは、できたのはほんまに嬉しいな。じゃあこれからはね、こういう気持ちを一切忘れず、最高の思い出も家族の愛情、そしてこれまでの稼いできた経験を全部心に込めて、初心に戻って、全部力と入れ替えて、神奈川県の生活でずっと一生懸命、これまでにいないほどのパッションを全部振り絞って YouTuber 生活頑張っていきたいと思います。さあ、全世界のどこにいたっても、一緒にこれからも人生も楽しく頑張ってまいりましょう。よろしくお願いします。この動画よろしければチャンネル登録も高評価ボタンもプチッとよろしくお願いいたします。バイバイ、2倍、さよなら、ビバイ、じゃあね、行ってきます。